お疲れ様です。今日は12月16日午後1時50分ぐらいかな。今もうすぐ2時ですね、ただいまの外気温、家の温度計ではですね、まあなんだマイナスじゃない、約3度ぐらい、を指してました。日本列島寒波が襲っておる中、グロムでお出かけしております。寒い、めちゃくちゃ寒いですね。12月でこんなに冷え込む 最高気温っていうか、もうこの時間帯で3度とかってなかなかないですからね。かなり冷たい、寒い。まあ、でちょっとなぜ、まあ、用事があって出てるんですけど、なぜバイクかというとですね、まあ、車も考えたんですけど、ちょっとね最近バイク用の防寒着についていろいろ考えててですね、でまあツイッターの方でね、どの防寒着、例えばバイク用の防寒着でおすすめ的なのってありますかみたいなことを、まあ、ツイートしたらですね、まあ、いろいろ教えてくれましてですね、でそこでね結構いろいろね自分なりに勘違いしてた部分とか分かってきたっていうことがあったんで、まあ、ちょっとそれをつらつらとね、述べてみようかなというふうに思って、このクソ寒い中ね走っとるわけでございますよ。でまずね、去年と違う新しく追加したアイテムですね。これですね、下履いてる、ちょうど止まったからね、ワークマンのですね、イージスパンツってやつですかね、これちょっと正式名称忘れたんですけど、これをね新しく買いました。山口のねお京さんがですね、この前の四国の高いとこツーリングで履いてて、あすごく色味もねかっこいいななんて思って、自分も買ってみたんですね。でちゃんとねこうやって裾が広がるようになっててね、ブーツにも対応できるということでね、なかなかいいんじゃないかなと思ってですね買ったんですよね。で今初めてね履いて外に出てるわけなんですけど、あえてねあえてですよ、もうこれ1枚で今出てるんですよね。この人何も履いてないんですよね。ユニクロのヒートテックも何もないです。これを脱いだらパンツみたいな姿で今バイクに乗ってるんですが、ここまで約15分走った感じではですね、外気温3度でバイクに乗った状態で、なかなかね暖かいですね。どことなくね表面からこう冷気というものが伝わっては来てるんですけど、まだ15分走ったぐらいでは全然問題なしということですね。さらにこのイージスのね、この上のイージスと同じような素材で、防風性能と少しね薄めではあるんですけど中綿が入っているということで、そこそこの防寒性能があるんじゃないかなと期待して買ったんですけど、まあね裸にこれ着て今の感じならね十分性能的にはね、ありなんじゃないかなというふうな感じがしますね。でもしねこれ以上冷える場合ならね、この下になんか薄いヒートテックとか、自分は体質なんでWR って言って防風パンツみたいなの持ってるんで、まあ、それを履いて、これを履けば、まあ、なんていうんですかね、かなり防風性能っていうかですね防寒性能が期待できるんじゃないかなと思っております。まあね体感速度的にはねもう多分マイナスに近いと思うんですよね。3度の中でこれだけ、バイクで、制限速度ぐらいで今走ってるんですけど、まあまあちょっとねさっきも言ったように表面からのなんとなく冷気感っていうのはあるんですが、うわー寒い冷たいっていう感じはしないですね。なかなかワークマン、あちょうどワークマンが見えてきましたね、上下ワークマンというねもう本当にねワークマンどんだけ好きなんだよっていう感じですけどなかなかコスパが優秀ということでございますね。個人的にはねワークマンイージスのね今着てる360ジャケットに次ぐおすすめ商品なんじゃないかなと思ったりもしております。よかったらねまだあるかどうか知んないですけどね、買ってください。
でね、今ちょっとね、そのイージスの今話もしましたけどね、防寒着というものをですね、改めてちょっと考え直そうかなというふうに思ってましてですね、というのもね、今360ね着てるんですけど、防寒性能に関してはね、完全にもう問題ないんですよね。これで十分というかですね、自分の走行するエリアとかね、にではもうこれで十分。ただね、これワークマンなんでね、プロテクター類が一切ついてないんですよね。肘とか胸部とかね、でせめてね、胸部ぐらいはね欲しいなというのがねずっとあってですね、よくね、頭部の外傷の次に死亡率が高い怪我っていうのがやっぱ胸へのダメージ、まあ心室細動みたいなことなんでしょうけど、だからまあ自分としてはね、ちょっと胸のプロテクターぐらいは欲しいなというのがずっとあってですね、まあワークマンのこのね、この360のジャケットに、要はそのなんていうんですかね、着るタイプの胸部プロテクターとかも考えたんですけどね、やっぱ手間なんですよね。ジャケットにくっついてる方が、なんて言うんでしょう、楽。街中歩くときとか邪魔だし、だからちょっとね、まあツーリング行くっていうときは構わんですけど、ちょっと買い物にとかっていうときになるとちょっと不便かなというのがあってですね、だからあ、切れた。インスタ切れたわ。まあそれでね、ちょっとね、自分のその防寒着というものの、何て言うですかね、考え方の違いっていうかですね、考えの相違というかですね、間違いっていうのがね、なんとなく、あ、そういうことだったのね、みたいなことが、だんだん分かってきましてですね、というのもさっき言ったように、自分としてはね、こう、何て言うですかね、こう、分厚い、アウター、あったかいアウターを着ることによって、定休日か、それがまあ防寒性能が高ければ高いほど、なんですかね、寒さをしのげるというふうに思ってたんですけど、まあそれも正解なんでしょうけど、大事なのはむしろそのアウターよりも中に着るものの方が大事ということをですね、まあいろいろ調べてるうちにだんだんと気がついてきましてですね、というのもね、服っていうのはそのインナー、一番下に着るインナーですね。で、次にその上に着るミドラーっていうらしいですね。ミドラーで、アウターという形になるんですね。で、大事になってくるのは、そのむしろね、インナーとミドラーらしいんですよね。アウターはですね、ある程度のね、防風性能っていうかね、そんなに中綿がしっかり入って分厚くなくても、アウターで寒さをブロックするんじゃなくて、インナーとミドラーで、しっかり保温をして、アウターで熱を逃がさない、という構成がいいみたいなんですね。だからインナーとアウターに暖かいもの、熱を逃がしにくいものを着るということですね。で、アウターはその熱を逃がさないように、するのと、外からの風を侵入を防ぐ、あとはそのバイク用であればプロテクションという役割になるみたいですね。意外とね、あったかいものを着ればね、それでいいのかと思ってましたけど、いやいや、そうじゃないみたいですね。なるべくね、着るものは減らした方がいいらしいんですよね。これ俺が聞いた話なんですけど、その重ね着すればすればするほど暖かくなるわけじゃなくてですね、こう重ね着をして体が動きにくくなると、体温の発熱量が減ってですね、結局体の芯が冷えてしまうと。で、体が冷えてしまう、結果的に。だからなるべくその薄着
着る枚数っていうのは減らした方がいいんですよね。うん、で俺ね昔ね島並みに真冬にツーリングに行った時に、ね、めちゃくちゃ着込んで行ったんですよ。うん、ならもうね体動かなくてもう超しんどかって寒かった記憶があるんですよね。だからなるべくねその重ね着する枚数を減らしつつ、うん、体の温度をね、維持するということがを目的として、そのね防寒着というものを考えた方がいいというのを、ね、最近ね知りましてですねだからそれでちょっとね今システム自体をね安全性と防寒性能を兼ね備えた組み合わせというものをちょっと考えてるんでね、ぜひねおすすめのね防寒着、をあればね、教えていただきたいんですけど、でもツイッターで聞いたらね電熱最強だっていう話になったんですけど、まあこれね理にかなってるんですよね本当に。ね体にもう一個熱源があるということはね、それだけでね暖かいですし、そのねアウターとかミドラーでそれをブロックしてしまえばねもうめちゃくちゃ暖かいっていうのはやっぱりね、電熱が最強っていうことにはね変わりないんですけどね、まあちょっとね一回今回は電熱を除外して、そういうねやっぱりねモバイルバッテリーとかね値段がかさばるんでね、ちょっと今回は電熱 をなるべく頼らずに、何ですかね防寒着、暖かい防寒着というものを、構築したいみたいななんていうふうに思ってるんでね、まあ、これからちょっといろいろもうちょっとね調べてみて、ね選んでいきたいかなと。さてとファーストギアつきました。オイル交換ですね。あれ来られないね。お久しぶりです。すいませんいきなり。